次に、生が仏に生す、仏は生に仏す。これまあ不可解な文ですよね。で、生は仏に生す。例えば、生命は動物、植物に生命性を与えているというふうな意味になるんです。しかしながら、フィールドである場、要するに地殺没部天界の殺とかいう場合の天ですね、それがここでは聖になります。天界の殺はですね、地殺没部天界の殺ですから、こうやってすぐに出せますのでね、解説は難しくないというか、そう手間取りません。この中でずっと行くとですね、これですね、地殺没部天界の殺宇宙とありますから、これ天フィールドですね、これが時間空間フィールド、時間フィールドですね。だからこれはまあ場というドメインなんですよね。場ドメインですね。まあこれを天用と、まあどちらにしても変化を入れるか、その変化するものを入れるかのどちらかでしょう。変化しなかったらただのパノラマですもんね。パノラマがなければ単なる変化だけというのは形が定まりませんのでね、そういうこともこの中に入ってるんです。だどうしても卑近なものから説明したくなりますのでね、男性女性とかそれ大体誤解されますね。まあ前々回申し上げましたけど、でこの性は仏に性すっていうのは、まあ人間で言いますとね、なり、今マイクが間にあるんでね、うまく打てないんですよ。で、なり余るものありますね。国生みのところですよ。いざなみといざなぎね、なりなりてなり余るものありと、なりなりてなり足りぬものありというこの神話が古事記ですよね。国生みこれが梅園先生の頭にはあるわけですよ。で、国海なので、要するに男性女性じゃなくて、なりなりてなり余るものとなりなりてなり足りるものが宇宙の根源にあってですね、それがその宇宙に存在する神羅万象にその共通した性格を与えてますよと。まあ存在といえば全部存在してるから、存在という性格と見ればね、この文に合うんですよね。だからこの言語の解説で非常に苦労するのは、そのこれをその、まあ、男性女性のメールセックス、フィメールセックスのそのセックスの意味にすぐに、まあ、取られてしまうんですよね。仏っていうのもすぐに唯仏論という意味に取られるんですよ。しかし大元はここなんですよ。だから現代の我々が、まあ、いかにその発想が貧相になっているかですね。まあそういうことがわかると思います。まあ最初に、この文を持ってきた時には江戸時代ですからね、現代とは違いますのでね、これを頭に置いて考えてくださいませ。なりなりてなり余るものとなりなりてなり足りるもの、それが陰陽でもあるし、まあ素粒子の波動性と粒子性とかね、そういうものも関係するかもしれません。宇宙の資源は絶対に2つですよと、2つにまあ分かれていますよと、どちらでもないものというのはあるようでない、それはまあ表裏両面のどちらでもないものというと
あるようでない。紙ならばいくらかでも厚みがありますけど、二次元の平面の表と裏となるとですね、あるようでないんですよ。しかしながら、ここではないですね、こういう線ですよね、これがあるようでない、ないようであるもの。しかし絶対にこのロジックを取り去ることはできないんです。宇宙始源の時から今日においてもですね、なかなかこれは理解してくれという方が無理かもしれないですけどね。これはコンピューターのシステムの中に取り込むのが一番いいんですよ。いちいち説明する必要はありません。ということで、簡単でしたけど、人というものはなりなりてなり余るものと、なりなりてなり足りぬものがあって、それで子孫を作ると、それが国を作ったと、この流れが宇宙全体にありますよというのを書いているのが言語です。そう思えばいいですよね。で、それを一貫した自然システム論にしてしまったというのが言語です。これで終わります。